初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。評価される立場にいるんだったら仕事をどうするかとかじゃなくてどう評価されるかみたいな仕事の仕方したらいいんだけど、ねもうそれがベストアンサーだと思う。私みやるお悩み相談所、よいしょ、よいよいよいしょ、はい、はい、ということでこれは視聴者から応募フォームからねいただいたお悩み相談をしていきます。今回のお悩みをいただいたのが20代男性不動産営業の方。不動産営業しそうな男性、達也さん。はい、ありがとうございます。呼んでください。ちゃんと不動産っぽく呼んでね。じゃあ参ります。残業した方が偉いと思っている人たちが理解できません。私の会社では19時が定時なのですが平気で残業して頑張っているアピールをしています。中にはみんなが帰らないからという理由で残っている人たちもいます。私からしたら勤務時間内に仕事を終わらせられないのがいけないと思うのですが、他の社員は遅くまで仕事をしています。なぜ残業をして遅くまで残っている人が頑張っていると評価されるのでしょうか。悩んでます。よく自分で考えてみな。だって分かってるでしょこれ。偉いんですか？違うね。だから偉くないよって別に。偉くないのに空気感だけで、だから別に、うん、残業代を稼いでるんじゃないですか？そう、俺そう思う。残業代稼ぐ仕組みがあるからっていうだけなんじゃない？あ、そうですね。評価もってことなんじゃないですか？残業代以外にも評価もされるっていうニュアンスじゃないですか？その評価される意味がちょっと私には分からなくて、そもそも定時で終わらせられる内容だったら全然そこで終わらせればよくないですか？それで逆に定時で終わる内容を残業してさらに残業代もらってるんやったら、うん、逆に評価下がるべきよね。そうですね、うん、頑張ってるアピールじゃなくて頑張ってるんじゃないの。単純に残業して頑張ってるってことですね、うん、頑張ってる人たちが評価されるべきなのは私当たり前のことだと思う。確かに悪いけどもう個別事案が多すぎて本当に頑張ってるパターンもあれば、うん、本当にグダグダやってるパターンもあるからそれは分かんないですよね、うん、でも不動産営業をやってる方なんで、不動産営業って何をするの？具体的にどんな仕事をするの？マンション買いませんかとか、マンション売りませんかとかじゃないの？じゃあやっぱ資料を作ったりとかするのかな、うん、このマンションのここがおすすめでとか、投資しませんかとかやったらさ、不動産投資しませんかとかっていうことなのかな。営業やと歩合というかインセンティブが大きいパターンが多いから、うん、その残業は多分頑張りたくて頑張ってる人は多いかもしれないですね、もしかしたら、うん、あ、評価されるって何？お前頑張ってるなっていう一言上司からじゃないですかね。そういう一言が女子にや次につながったりするかもしれないです。結果出しとったら評価してくれそうよ。もし残業で残っている人たちが評価されて、その評価がもしお金だとしたら残業代が出てるからでしょっていう話でしょ、うん、でもそれに気づいてくれない上の人って結構いるんですよ。私もこれ多分経験があって、うん、1日の目標が数字で表すと10やってくれっていうノルマを課せられた時に、私は10を毎回やるんですけど、10以上は絶対やらないんですよ。だって無駄だから。でも他の人は3の時もあるし12の時もあるしなのに、私は毎回10を収めてるのに私は仕事してないっていう見られ方をする。13をしたことがある人の方がよく見られるってことね。そう、いつもは3なのに、その人は普段7とか3とかやるなっていう、なんかそうよくわからない上の人は実際にいます。だから気持ちはわかります。俺もめっちゃ残業代さ欲しくて働いとった頃、することないのにずっと残業、うん、ずっとおってなんか見回りしたりする、歩いとったら忙しそうに見えるから、やりました、やりました、すまん。残業して遅くまで残っている人たちが評価されたのもそうかもしれないけど、この世の中には世渡り上手がいるからね。それでブラスみたいに仕事ないのに残ってグダ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 やって、お前やっぱ偉いなって言われて、それもでも評価されて当然やと思うねんな、うん、人の見られ方、どうされたら評価されるのかっていうのを一応読めてるやんか、うん、だからそれがムカつくんやったら、自分がちゃんと定時で全部できてやってるのに評価されへんっていうことでムカつくんやったら、ちょっと自分の工夫が足りてないんちゃう。結局だって評価する立場にいないでしょこの人は。評価される立場にいるんだったら仕事をどうするかとかじゃなくて、どう評価されるかみたいな仕事の仕方したらいいんだけど、ねえねえねえ、でもそれがベストアンサーだと思う私、うん、
今のそうだと思うわ、うん、自分主体すぎるよね、うん、結局そんなん無理よ。そうなの、あんたが評価する立場じゃないでしょ。そう、それが全て。 それで今頑張って自分が評価されるようなことを、そういう動きをして自分が人を評価する立場になった時に、自分はああいう風な見られ方が嫌やったなっていうので定時で済ましている人を自分が評価してあげたらいいのよ、うん、そうなった時に、うん、将来、いやベストアンサーだわ、うん、達也がもうすぐね帰りたいっていうことでね、ちょっとお前キレキレちょっと巻こうとしてますねでもっていつも言うからいつも反対意見とか言うんだそろそろそうなのよ時間的にね。 いつもは確かにね、はい、話を広げようと思って、はい、あえて逆のこととか言ってみたりとかするけども、ね、これに関しては本当そうだと思う次があるんですね。でも、うん、でそれを抜きにしたとしても、いや私ベストアンサーだと思う。意地悪なんて少し疲れたんや。いや意地悪、はい、そういう言い方ということで、あの、うん、達也そろそろ仕事上がります私思うんだけど、見合った仕事をするべきだと思うし、見合った金額欲しいよね当たり前残業代って普通の会社はどうなってるの？自分が働いてた頃、言うてまだだいぶ前やったから、めちゃくちゃ残業しまくれたんよ。今結構規制あるんじゃない？今どんな感じ？そちらは。じゃあ、みなし残業、ある程度の残業時間が決まってて、それ分はちゃんと払えますよ。しすぎてる人も、はい、しなさすぎの人も、みんな同じ額になってるんや、はい、だと思うんですけど、また法律だと、多分みなし残業、その残業時間を超えたら、その超過分払わないといけないみたいな。あなんだけど、私もしお金出なくても私残業すると思う、もし予定がなければ。楽しいもんな、ま、場所によるけど、場所によるけど、例えばそれが不動産の営業だったらば、どうやったら売り上げ伸ばせるのかなとか。勝手なイメージやねんけどさ、小さい事務所でさ、不動産屋の週末はちょっと飲みながら残業みたいなで、お金も出えへんけど、うん、みたいな憧れちゃう、うん、会社で飲みながらみたいな、うん、みんなで頑張ろうって思えそうですね、それ。会社の飲み会とか憧れるね。関係ない話なんですけど、昔アルバイトしてた頃に、うん、毎度毎度1分長く働いてたんですよ、うん、1分休憩を長く取ってたんです、うん、それ1年間に換算すると1日分なんですよ丸1日じゃあずる休みしたら一緒あ、それをコツコツやってましたでそう考えたら残業時間に当てはめたらとんでもない時間使ってるよね、うん、そう、だから1分でも大事なんですよ。確かにな、そう、みんな気づいてないけど、定時で帰りたければみんなが帰らないからと言っても、うん、私帰ってもいいと思うんだよね。帰れば勝手に、うん、終わってればね、みんなの仕事をやってるんだから、うん、あなたの仕事が終わったのでも帰れば。昔のドラマでね、うん、あったね、派遣の品格ってドラマを見てちょうだい、定時で帰りますみたいな、ね、そう、なんか6時になったら派遣だから私みたいな感じやって、そうで、それ見て堂々として、すみません、社会経験ないんで分かんないんですけど、例えば6時までに今日言われた仕事を終わらせるってじゃないですか。そこから自分のもっとインセンティブっていうか売り上げ上げたいから残業することって可能なんですか？それはやってる人もいますか？でも残業代は出るでしょ結局。あと次の日の仕事までちょっとやっちゃおうかなとかっていうのもあったりとかね。あ、そうなんですね。あと残業代って確か普通の時よりも高いね。そうですよね、時給換算すると。だからできるだけ残業いっぱいしたくないしたいのよ私は、うん、なりますよねそうやって、うん、でももうね、あのテレビ局とかのアナウンサーさんとかが言っとったけど、もうほんまにさせてくれへんねって最近は残業とかなんか、まあ、厳しいでしょうね。そう、でも自分はやりたいねんって言って、出世したいのもあるけども、ちゃんと知識つけてちゃんと仕事で活かしてバリバリできる人でなりたいねんって言って、うん、あのやらせてくれへんから嫌っていうのを言って、だから私思うの、こういうところが日本人のいいところよね。私たちって勤勉じゃない、うん、ロシア人って言ってももう日本人じゃない、こういうところよね私たちが本当に、ね、あの愛されるべきところは。それはもう人種差別発言です謝罪してください。他の国の人は愛されるべきでないみたいな、日本がってことでしょ。そう
でも日本人でもいろんな人がおるから日本人という括りで勤勉でなければならないという考えを吹聴した罪があります。これによって生きづらくなった人がいるはず。本当にすいませんでした。時間は見たね。時間押したくないから反応せずに、うん、そしてベストアンサーだと思う。帰ろうとしてる帰ろうとしてるということでした。今日もありがとうございました。ありがとうございます。